きたいと思います。続いての選考は皆さんが事前に用意していただいたモチベーショングラフをもとに面接を行います。制限時間は1人15分です。就活生の皆さんはこれが最後のチャンスとなりますので、疲れだったり緊張感もあると思うんですけれども、悔いのないように最後一生懸命頑張ってもらえたらなと思います。それでは頑張ってください。はい、はい、続いての面接は株式会社ベクトル役員の桂さんに来ていただきました。皆さんお疲れ様です。ベクトルの執行役員、アンデルの代表の桂と申します。今日疲れてると思いますが、あと1個なんで、自分の人生を15分で、振り返って、本気で伝えてくれたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、1回目の面接で評価していただけたのが、端的に答えるところとか、すごく分かりやすいっていうところをおっしゃっていただけたので、次のモチベーショングラフの第1で自分の考え、自分の経験を伝える場だと思うので、その前回の強みっていうか、今まで通りにやればよく伝えられて、相手の話も聞きながら自分の意見も伝えられるっていう双方向のコミュニケーションが取れるのではないかなと思って、まあでも自分らしく最後まで自分の人生を思いっきり相手に語っていきたいと思います。はい、お願いいたします。お願いします。それではベクトルの3次面接になります。モチベーション下がってるというと、その演劇部の部長のところでトラブルがあったっていう、はい、もう少し具体的に教えて。そうですね、はい、こちらがまず中高一貫校なんですけど、一応中学3年で中学演劇部という節目がありました。でその引退公演に向けて、中2の中学2年生の冬頃には次の部長さんを決めるっていうようになった段階で、私の学年は確か10人ほどいたんですけれども、部長候補やりたいっていう子が、3、4人ぐらいいたっていうような状況で、やっぱり派閥みたいなものができてしまっていて、そのやりたいっていう子たちの意見が部長の選び方でもだけになったらいいんですけど、やっぱその演劇の例えば普通の作品制作にも結構多少影響を及ぼしてしまっているっていう状況で、かなり分裂していました。で私は結果的にそういった派閥争いに属していない部長が他に、出てきて、その子が、平和に部長になって、私は副部長っていうところをいただいたんですけど、それになるまでもその後部長になったこと、あと私とで先生とうまく掛け合って、この子がこういったことを言ってて、ただ影響を及ぼしてるんだけどどうしたらいいでしょうかっていうような相談をしたりだとか、あとは普通に友達として話をして、混乱といいますか、どう収めるべきかっていうようなところをいろいろ話し合って、若干その部長、適切、みんなが望むような部長選びっていうところには貢献できたのかなっていうふうには思っています。特にどの部分を意識しました、その混沌としている状態は。そうですね、意識、正直その結構前なので、その時の自分の正しい信条を得てるかどうかちょっと分からないんですけど、ただ今振り返ってみて重要視してたなって思うのは、一人一人の意見を聞くというか、やっぱりその部長をやりたいって言ってる子もきちんと理由があって、もちろん目立ちたいっていう子もともありますけど、他にもきちんと理由があって、ただそれって本当に部長になるだけで叶うのかなとか、今振り返ると思う瞬間とかもあって、そういったことを踏まえて、じゃあこの演劇部全体がより良くなるためには、果たして今そういった思いで立候補していることが子が適切なのかということを考えると、やっぱり違うかもしれないっていうような、どこの派閥といいますか、もう属していなかったからこそ客観視して見れていたのが、自分の中では多分意識できていたのかなというふうに思います。なるほど、なるほど。今すごいモチベーションすごい高いんですけど、こう初めてを知ったりする活動が好きなんだろうなって思うんですけど、初めてこうたくさん知ることによって、今後それをどうやってアウトプットしていこうって考えてますか。そうですね、私としてはまず多くの人に出会う、私の中で一番アウトプットが高い状況っていうのは一人じゃなかった場合なんですけれども、いろんな良さを掛け合わせた時に、例えば 10×10×10 が一番大きいと思っています。でもちろん自分一人ではそれは叶わないんですけど、ただ自分一人の段階でも、例えばいろんなところから得た知識だったりとか、人の考え方っていうことを組み合わせて、でもちろんその方たちのもう盗むだけじゃなくって、そこに自分の意見を掛け合わせるっていうことで、いろんな人の視点が
混ざり合っていい成果が出せると思っています、うん、なので今の段階では本当にとにかく興味分野関心分野ってところを広く集めて、その中で何かアウトプットを出すのもそうですし、うん、じゃあ果たしてこれからの人生自分が深めたいのはどこだろうっていうような選択肢を増やすっていう段階でもあるのかなっていうふうに思っています、うんうん、そうですね、なんか正直面接っていうか会話をしているような感じで手応えとかは分からなかったです。こういったらですけど、どこを見られてるのかがあんまり分からなくって、ベクトルさんに合ってるか否かなのか、まあ、話し方とかももちろん見られてると思うんですけど、自分的にはうん、これどこか刺さってるのかな、刺さってるといいなって思いながら喋っていました。今、はい、自分の順位何か分かります？自分の順位が同率2位っていうことで、2位、まあ、2位、3位、同率2位っていう形です。やっぱり自分の強みであるSNS のマーケティングだったりとか PR っていうところが得意っていうところが生かした結果がこの結果になっているんじゃないかなと思っていて、とても嬉しく思います。自信はありますか？いけたらいいな。3人に残れると思いますか？なんかギリギリ許していただきたいですね。はい、でしたらベクトルの三次面接になります。一番人生のモチベーションで下がっているのがこう、はい、アイドル現象が起こった後、はい、転勤して引っ越して、はい、まあ、埼玉に行ってからすごい、いじめられたみたいな話だったと思うんですけど、はい、そこから、はい、その何がこう、なんだろうな、そこに行ってアイドル現象が行う、アイドル僕なんなくなっちゃったのかというか、何が原因だったと思いますか？結論から言うと、シンプルに容姿が悪かったっていうところが大きく起因していると考えておりまして、うん、そもそもまず小さい頃って別に化粧とか何もしなくても雰囲気で可愛らしいとかで可愛がっていただけたっていうところもあったと思います。また自分は一人っ子かつ両親ともに初孫って生まれたんで、すごい可愛がられて育てられてきたんで、多分小さい頃自信がたっぷりだった、うん、そういったところからたまたま、まあ知らない親御さんから可愛いって言ってもらえて、本当になんか自分可愛いんだみたいな感じの気持ちで生きていたんですけど、うん、まあ、実際どんどん大人になっていくにつれて顔の第二次成長とかもありますし、どんどん自分の顔っていうところにそんなに気にし、まあぐらをかいてそんなに自分の容姿を気にしなくなっていたので、まあ、12歳ぐらいってなってくるといろいろ可愛らしいから美人っていうところが容姿のきっかけになると思うんですけど、そういった中で本当にあまり可愛くない、シンプルに可愛くないっていうところが大きい理由だったかなと思っております。それで、まあ、そのイメージを変えるために生徒会っていろんな選択肢がある中で生徒会を選んだ理由って何ですか？自分が、小学生時代に生徒会、学級員の活動をやっていたことを思い出して、まあ、一回運動部に新しいことを挑戦しようということで運動部入ったけど、全然運動ができないから本当にできなくて、で新しい環境でもともと馴染めないのにさらに苦手なことした結果、まあ、落ち込んでしまったっていうところで、自分の自信どうやったら回復するんだろうっていうふうに考えた結果として、自分が得意だったことなんだろうな、自分の好きだったことなんだろうなって考えた結果、生徒会やってたなって思い出して、でそこで応募して生徒会に参加したっていう感じになっています。最後、はい、SNS、コスプレのものを上げていったっていうので、はい、それでなかなか、まあ、一気に増える時とかバズる時とか、はい、バズらない時とかあるじゃないですか。そうですね、はい、そういう時って結構何度も今やめようかなと思う時とか、まあ、あったと思うんですけど、はい、そういう時ってどうやって乗り越えていきました？自分の過去の行いとかを思い返してみたっていうところなんですけど、うん、まあ、自分がダメだった時とか悩んだ時も、そのまず小学校の時から委員会やってた、うん、で中学校生徒会で成功して、まあ、高校も生徒会無事に続けた結果、まあ、無事に副会長だったり部署のリーダーになったっていう達成感って、こういうのを継続したからこそ達成することができたことを思い出して、毎日何が何でも毎日投稿を絶対にする、何の伸びが悪い時期でも伸びがいい時期でも関係なく毎日投稿をこの今日まで欠かさず毎日ずっと1年半繰り返し行っていたっていうところが大きい要因かなと思っております。結構毎日やるってなかなか大変ですからね。そうですね、
忙しかったりしたらもう今日はいいかなみたいな、ね、そういう日もちょっと揺らぐ日もあったんですけど、うん、そういう日は事前になんかどうしても用事があって、うん、この日難しそうだなって日は事前にパソコンから予約投稿するとかっていうところで毎日続けるっていうのは必ず行っていました。今まあ3万人いるんですけど、今後はその3万人をより5万人にしていくとか、なんか目標とかあったりしますか？現状、SNS のなんか今メインで動かしているものが X、まあ、旧 Twitter になるんですけど、うん、いろいろなアプリの変容とかもありまして、そのフォロワーが意味をなくしたフォロワーになっているっていうところの恐れもあるため、うんうん、その3万人をたくさん増やすっていうよりかは意味のある3万人にしたいなっていうふうに考えていて、うんうん、自分が何か確立したジャンルを強く持つことで、このジャンルといえば佐藤さんですよね、うん、みたいな風に意味のある3万人にしていきたいなというふうに考えております、うん、なるほど。ぜひ意味のある3万人を目指してください。はい、ありがとうございます。でしたらこちらでベクトルの3次面接終了いたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さっきまで何位です？5位です。グループディスカッションでこれ11点もらいましたと、2位になりましたと。モチベーションぐらいです次、うん、これあるぞこれあるぞ、これ3人食い込む、これ3位食い込むんですよ。本当にあります。じゃあ自分がやってきたことには自信がある？自信あります。やっぱり12年間ぐらいサッカーずっとやってきたので、そこのサッカーの部分とあとはスターバックスのこの部分を掛け合わせてチームスポーツチームリーダーとして頑張りたいと思います。倒立にひなのなので、もうここで差を見せつけてモチベーショングラフでパパッと点取って明日の面接に臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベクトルの3次面接になります。はい、まあキャプテンとか副キャプテンとかすごい多かったと思うんですけど、はい、なんで自分はそんなに選ばれたんだろうなって今思うと、今思うとですね、はい、やっぱ自分のサッカースキルもそうなんですけれども、うん、やっぱ周りにこう何か影響を及ぼすとか周りを引っ張っていく力っていうのがすごく、まあ、自分の中で意識していて、まあ、小学生の頃はすごくなんか真面目な感じ で真面目だから選ばれたっていう感じだったんですけども、まあ中学では副キャプテンすることができなかったんですけれども、高校になって副部長を任された理由っていうのがこの一番下の自分のモチベーションが一番下がっているところですね、まあ、高校2年生の時に怪我をしてしまいまして、まあ、離脱を余儀なくされたんですけれども、やっぱり自分の中でサッカーができなかったりとか仲間と一緒にいられないっていうのがすごくモチベーションが低下してしまいまして、でその中でもやっぱり試合とか合宿って行われるので、そこに帯同しても試合に出れなかったりとか、合宿行っても1試合も出れなかったりとかっていうことがある中で、自分はやっぱり仲間と一緒にいることもそうなんですけども、チームに遅れを取らないとか自分のできることっていうのを探して、でそこに試合とか合宿に参加することで信頼を得たっていうのが一番大きいかなと思います。信頼っていうことは、はい、先ほどのエピソードでもあったと思うんですけど、信頼を得るために、意識的に行動していることって何ですか？みんなにコミュニケーションを取るっていうことと、うん、あとは監督とのコミュニケーションとかっていうところ、うん、コミュニケーションに重視していますね、うん、コミュニケーションの量が多ければ信頼は得られるっていうことですか？そういうわけではなくて、やっぱり自分からこう練習のモチベーションがない子とか、うん、積極的に話しかけていって、なんでじゃあモチベーションないんだとか、うん、あとはなんでじゃあ練習でできなかったことをさらに練習しないんだっていうところ、うん、っていうところの、まあ、モチベーションの向上のために、うん、まあ、コミュニケーションのツールを使っているっていうところで、うん、そういうところで、まあ、三上がまとめればチームうまくいくじゃん、うん、っていう感じで信頼を勝ち取ったかなと思っております、うん、まあ、ちょっと意地悪な質問かもしれないですけど、はい、モチベーションない人、自分の時間は有限じゃないですか、はい、
モチベーションない人に自分の時間を使わずに、モチベーションあるレギュラーの人たちに自分の時間を使った方がチームは勝つんじゃないですか。でもそれってチームは勝つんですけれども、やっぱり一緒にこうチームとして所属している中で、モチベーションある人とない人がいると、ある人でもない人に寄ってきてしまったりとか、あるいはまあ悪いところが目立って、でそっちに流されちゃったりとかっていうことがあると思うんですよ。でそういうところでモチベーションない人を上げた方が、まあ底上げって言ったらあれなんですけど、そこでモチベーションある人も影響されて、もっとモチベーション高くなるかもしれないし、あいつこんだけやってるから自分もこんぐらいやんなきゃレギュラー取られるかもしれないっていうところで、モチベーションない人にの目を向けて、で下から向上させるっていうやり方が一番いいかなと思います。わかりました、ありがとうございます。まあ、大学入学してスターバックスにバイトしたと思うんですけど、バイトって正直いろんなバイトあるじゃないですか、飲食店もそうですし、本屋さんとかとか。そうです。なぜスターバックスで？これも実体験がありまして、自分が高校2年生の時にやっぱりこう試合とかで、帰りとかにやっぱよくスターバックス寄ってフラペチーノ買ってたんですけど、その際にやっぱりなんか話しかけ、試合終わりですかとか話しかけてくれたりとか、カップにお疲れ様です、サッカーの絵文字、ボール絵文字とか書いてくれたりするだけで、今日頑張ってよかったなとか、また行きたくなるなみたいな、そういうホスピタリティがすごい好きでスターバックス、で高校2年生の時からずっと入りたかったんですけど、なんか大学1年生になってコロナの影響で募集してなくて、でそこからその、まあ、募集してる時に、大学それが2年生の春ぐらいだったんですけど、募集してる時に自分がそういうことあったんですって言って、で結局受かって、でその大好きなスターバックスでその働くことができるっていうことがすごく自分の中で嬉しいなって思いました。なるほど、はい、でしたら、ビクトロの30年終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、ということで3次面接終わったんですけども、なんか聞いてたのと少しちょっと違くて、俺だけ違う、俺だけ多分ちょっとちょっと怖かったです。怖かったです。なんかすごく、まあ、深掘りされるのは分かってたんですけど、予想外の質問が来まして、なんか、まあ、社会一般常識的にこうなんでそうやってモチベーションを上げる、モチベーションを上げるのみたいな、それが何に役立つのみたいな感じのことを言われまして、とっさに頭をフル回転させてやったんですけど、なんとか答えられたので大丈夫だったかなと思います。ちょっと意外だったとかありますか？でも自分が最下位なのが意外だったです。本当はもっと何位ぐらい行ける予定でした？面接は正直最初からあまり自信なかったんですけど、グリディスでは結構高得点見られるかなと思ってたんで、まあ、全体としては真ん中か上位とか現実的かなと思ってたんですけど、でもやっぱり、でも実際グリディスで前回 MVP を取ってるわけですから、はい、グリディスは自信はありました、うん、で今回の3次面接は自信は正直ちょっと自信を失ってきてます。面接という形式なので、そうですね、あんまり経験がないので、自信はあまりないです。結構これまでモチベーションといいますか、人生で挑戦してきたこととかは、まあ、全部成功してきたので、まあ、その結果とその努力の過程の部分を評価してもらえるようにアピールしたいと思います。はい、それでは、ベクトルの3次面接になります。まあ、中学受験、受けてみようかなみたいなのはあったと思うんですけど、はい、やっぱり友達と同じ中学行きたいっていう気持ちになって勉強に身入らなかったじゃないですか、はい、これ別に挫折じゃないじゃないですか。これもし決まったとしたらどうしてたんですか？その勉強に身は入らなかったんですけど、でも合格はしたくて、勉強一応頑張ったつもりだったんですけど、でも振り返ってみたらちょっとやっぱ同じ中学に住みたいなっていう気持ちもあったりとかして、こう雑念が多かったっていう。そこはどうやったら改善できたと思いますか？そうですね、はい、まあ、不合格だったと思うんですけど、どうやったら合格したと思いますか？まずはもうその
目的の中学に合格するためのモチベーションをもっと高めて、同じ中学のと同じ友達と行きたいっていうものを超えるようなモチベーションを持つことが大事だったかなと思ってます。なるほど。例えばですけど、はい、事例としては、ね、あの当時は1日5時間しか勉強してなかった、うん、友達と2時間遊んでたみたいな、その2時間を勉強にしていたらもしかしたら良かったんじゃないかとか、なんか当時のことを分析してみるとどうだったのかなっていうところを聞いたわけですね。勉強時間は多分取れてたと思うんですけど、うん、はい、勉強中に結構他の考え事をしちゃったりとか集中できてなかったのかなっていうふうに、それが落ちた原因かなと思ってます。うん、なるほど。集中できない原因は何だったんですかね。友達と連絡しちゃった。そうですね、友達とその当時 LINE とか初めてやったりして、うん、ちょっとハマっちゃったりとか。なるほど、はい、じゃあもしかしたらその課題を解決するためには電源を切ったりとかするとかだったっていう感じですね。わかりました。まあ、部活動、高校生の時に、やってたと思うんですけど、学校行事にも高いモチベーションをっていう話だったんですけど、はい、その時、まあ、部活動1本やる人もいますよね、はい、なんかそんな中でも、まあ、学校行事も本気でやろうと思った理由は何ですか？そうですね、もう勝負事が自分が結構好きで、うん、体育祭でも合唱祭でも、うん、文化祭とかでも結構、うん、学年で何位とか、その全体で各チームが何位とかっていうふうに言ってるんですけど、うん、勝負事だったら絶対に勝ちたいという気持ちがあるので、うん、その必ずクラスの代表だったり副代表っていうポジションについて、うん、全員のモチベーションを上げるということに尽力してました。なるほど。みんなのモチベーションを上げるために一番大事にしてることって何だと思います？そうですね、やっぱ自分自身が一番、まあ、頑張ると言いますか、うん、例えば合唱祭とかでも、参加する、まあ、常に声を出して、うん、自分が一番声を出す、うん、といったように頑張ってる姿を一番前で見せるという、うん、ことだと思います。なるほど。今、まあ、研究が楽しくてっていうところがあったと思うんですけど、はい、具体的にどういう研究してるのかと、まあ、僕その研究内容は知らないんですけど、はい、分かりやすく僕が、はい、面白そうだなって思ってもらえるようなコミュニケーションって考えるわけですか？あ、かしこまりました。私の研究の現在の研究のテーマは、うん、ミトコンドリアというその細胞の小器官が、うん、がん細胞の増殖に寄与するメカニズムの解明を行っております、うん、で具体的にはまずその現状としてそのミトコンドリア毒というミトコンドリアを阻害する薬は現在あるんですけど、うん、そちらの薬が結構副作用が大きいことが問題でして、うん、なのでそのミトコンドリアが腫瘍増殖に与える影響をより詳細に解析して、うん、分析することで、うん、ミトコンドリア全体を阻害するのではなく、うん、ミトコンドリアの中の一部の機能を阻害することによって、うん、より副作用の少ないミトコンドリア毒の治療薬が作れるのではないかと思い研究しております、うん、はい。そしたら、こちらで第3次面接終了いたします。はい、ありがとうございました。本当にすごい桂さん話しやすい方で、終始リラックスして話すことができました。その面接とグリディスの結果に関しては本当にもう結構それが正しいと思ってて、自己評価通りだなと思ったんです。かなり悔しいです。リラックスして先ほど話してたと言ったんですけど、ちょっとリラックスしすぎてあんまり元気にこうなんかこうハキハキと喋れなかったなっていう感じがあったんで、そこでその元気そうっていうところがもっとアピールできればよかったかなって後悔してます。まあそりゃそうだろうなっていうのが正直な感想ですね。なんでですか？なんかそれこそどちらかというと悔しいよりではあるんですけど、うん、なんかその言われることももっともだし、うん、確かにあれやっておけばよかったなっていう反省な部分もあるので、うん、まあ、うん、妥当な点数なんじゃないかなって思ってます。合計順位は 何位ぐらいですか？合計順位は5位です。5位ってことは今このまま行くとビリにだから落ちます。まずい。僕の戦略としてはその言いたいところはきちんと伝える、その本当になんか強調したいところだけめっちゃテンション上げるとか、そのテンションの上げ下げでここその面接官の方にあここ伝えたいのかなって見抜いてもらって、うん、それについて深掘ってもらおうかなと。自信ありますか？
自信はあります。自分の言い方とあとどれだけそのコミュニケーションできるかなので、こっから挽回します。バチバチに気合い入れていきます。ベクトルの3次面接になります。はい、まあ、ちょっといくつか質問してたんですけど、はい、分かりました。そのサークルの幹事長選挙で2度落選、はい、でこれはまあ、あれですよね、はい、みんなから票が集まらなかった、そうですね、ですよ、はい、で1回目 と、はい、2回目、はい、まあ、1回目落ちて多分反省して、はい、これ改善しようって言って改善して、でも2回目落ちちゃったと思うんですけど、はい、なんかそこをもう少し具体的に教えてもらって、この2度落選っていうのが、その先ほど2つテニスサークル出席しているって申し上げたんですけども、うん、その両方のテニスサークルで幹事長になろうとして、うん、はい、落選したっていう経緯になります。うん、で、すみません、もう一度その質問に。いや、ごめんなさい、違うサークルなんですね。はい、そうです、そうです。あ、なるほど。それで、同じタイミングじゃないと思うので、そうです、はい、多分1回目落ちて、はい、ここが弱いよっていうふうに言われて、はい、でもう1個のところは多分おそらく1回目の失敗を生かしてるはずなんです、はい、そうですね、そこも失敗しちゃったところは、はい、どういう課題に対してどういうアクションを取ってたのかを聞きたい。はい、まず、一つ目、落選した時の、幹事長選挙の時には、僕自身が、作りたいサークルっていうのを、ちょっとメインでみんなに伝えて、うん、それに共感してもらえる人たちから票を得ようとしてたんですけれども、うん、例えばそれってこう自分がやりたいだけであって、周りからすると別にそれはいらないんじゃないかなっていう部分があったので、うん、まあ、自分のこう思考に寄りすぎてる、うん、っていう部分がこう1度目落ちて感じた部分だったんで、2度目2回目 の、 その別のサークルの方では、その選挙が行われる前にどういうサークルがいいみたいな感じでちょっと聞いて回ったんですよ、うん、聞いて回った上で、そのこういうサークルが欲しい、こういうサークルにしてほしいっていう希望が来たんですけれども、うん、やっぱりそれは人によって多様なので、うん、やっぱり全部を吸収することはできない、うん、なんでこう大事な、自分が大事なピックアップしなきゃいけないなっていうところだけピックアップして、でそれも同じように伝えたんですけれども、うん、やっぱりこう自分が欲しいなって思ってる部分と、うん、やっぱりみんなが欲しいなって思ってる部分って、やっぱりそこでもちょっと認識の相互じゃないですけども、うん、っていうのが生じてしまっていて、うん、こういかにこう周りに合わせられるかっていうのもリーダーシップとしては大事なんじゃないかなっていうふうに感じた、感じました、うん、その2つの失敗をどうやって今後生かしていこうと思いますか。はい、そうですね、僕自身としてはその僕自身のちょっと強みの話もちょっと絡めてみたんですけれども、うん、僕自身が適応能力があるかなっていうのを自身持っていて、こうその周りから意見を聞いてそれに合わせて動けるっていう部分であるんですけど、ただその中でこう自分が大事にしているものだけにとらわれすぎるっていうのが、うん、この経験からダメなんじゃないかなっていうふうに思ったので、自分が大事にしているものとその周りの環境が大事にしているもののすり合わせっていうのがこう常にその大事な、それこそなんか選挙とかで決めるときだけじゃなくて、常日頃の会話から、これここ大事だと思うんだよね、うん、っていう自分から言葉にする力っていうのと、そのすり合わせ、相手から聞くっていうこのタイミングの増加っていうのが必要なんじゃないか、うん、今方針感じました。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、でしたら、こちらのベクトルの3次面接終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今順位的に今何位ですか。4位です。ってことは危ない今多分一番ボーダーライン、ボーダーラインですよね。ボーダーラインいますね。ギリギリ、はい、2位でボーダーライン、まあ、あとの一手でどれだけ決めれるかっていうところにかかってるかなとは思うので、今一生懸命、ね、伝えられることは何かっていう、残りの1回で伝えられることは何かっていうのをもう一生懸命考えてます。自信グラフは自信ありますか。いや自信があんまなかったので、その自信ないところをなくせるように最終追い上げをしてます。なるほど。じゃあちょっと 今ちょうどもういけるかいけないかの、これ食い込めるか食い込めないかのところのそういった際にいると思うんですけど、そこはどうですか。いや、そこは絶対食い込みたいところ
ところではあるので、てか食い込みますもうそれしかないです、絶対食い込みますありがとうございます、頑張る。はい、ベトナムの三次面接になります。はい、ちょっといくつか聞きたいんですけど、はい、こう鬼軍曹になってた話聞きたいなと思って、はい、なかなかこう12歳ぐらいで、まあ、人に厳しく自分に厳しくてできないと思うんですけど、はい、なんでこういう風になっていったんですか。はい、それはすごく信じてる先生がいたんですよ、はい、その先生がすっごい厳しくて、はい、もうとにかくまあ礼儀とか挨拶とかそういったところもそうだったんですけど、なんでもうその先生についていくことしか考えてなくて、その先生に認められるためにはもう私がその学級委員として完璧なクラスを作り上げるっていうところを大事にしてたので、もうとにかく朝礼に早くクラスを連れてって、あのみんながやってくる頃には全員も黙想って分かります、分かんないですけど目つぶってあの体育座りして黙想してるみたいな状態を作り上げるところを徹底してたり、なんか休み時間の終わる3分前になったら教室から廊下に顔を出して座ってって学年中に言ってみんな座らせてたりってところはやってました。そっからみんながなんだよみたいな感じになったってことですよね。はい、なんだよみたいなのをあるのを気づいてなくて、はい、で生徒会長選挙の時にちょっと不満に思っている声を拾ったことで、うん、多分間違ってたんだなこのやり方はっていうことに気がつきました。なるほど、なるほど。でそっからまあ間違ってたなってなってもまた復活してやるぞって、うん、なったと思うんですけど、はい、どういう風なコミュニケーションを皆さん取りました？はい、まずはあの周りのことを何も分かってなくて、聞こうとしてなかったんですよ、だからその時部活のキャプテン、そうテニス部のキャプテンとかもやってたんですけど、まずはみんなの意見を率直に聞くことが大事なんだなって、もうとにかく自分が話すことを話すことに一生懸命だった中学生だったんですけど、聞くことを大事にするようになりました。なるほど。で、まあ、腰痛でプレイヤーとしてずっとやってたけど、はい、それができなくなったっていうので、はい、まあ結構そこってこう気持ちのスイッチが難しい部分だなと思っていて、うん、はい、どういうふうに自分のモチベーションを保ちましたか。はい、まあ、まずはキャプテンだったので、その時点で、まあ、キャプテンとして私がそれでやる気なくなっちゃったら、まず部はみんなやる気なくなっちゃうなっていうところは思ったので、キャプテンとして堂々とはしていかないといけない、でも偉そうにはしてはいけない、でそこでどうしたらいいかみたいなところは考えたので、まあ、モチベーションに関してはとにかくキャプテンっていうことを自分にずっと言い聞かせてました。なるほど、なるほど。それでなんとかやるぞっていう、はい、なんとかやるぞ、もうできることは全部全力で、はい、他 の, あの部をあの円滑に回していくためにできるような施策をどん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 新しく提案していって、結構前向きなチームになったかなと思っています。なるほど、なるほど。まあ、リーダー経験もすごい多いと思うんですけど、はい、今後の、社会人になっていく上で、リーダーをやっていきたいなっていう希望はありますか。はい、それどういうリーダーになっていきたいですか。とにかく日本一のチームを作り上げるようなリーダーになっていきたいなと思ってて、うん、結局今のところチーム作りみたいなところが自分はすごくやりがいを感じていて、ただまあリーダーっていうあり方をずっと考えてきたからこそ、まあ、多分これからも悩み続けるんですよね、なんですけど、そのチームをぜひとも日本で一番熱いチームにして日本で一番を勝ち取りたいです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。でしたら、ベクトルの三次面接終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん3次面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは面接官の桂さんから全体公表をお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。1日、面接やってて3次も結構疲れてるかなと思ったんですけど、しっかり自分の思いみたいなのをつけてくれて、まあ、それはすごい一人一人伝わったなと思ってます、はい。ただ、ちょっといくつか、フィードバックなんてかしたいなって思ってます。でまずは、伝えるより伝わるっていうところを意識してもらって、伝えることに終始しちゃってたなとは思ってます、ね、あとシンプルに、はあ、ね、シンプルに伝えるっていうのがすごい大事なんですね。なんか質問、俺が何か質問したとしたら、あ、多分この質問の意図ってこういう意味だろうなっていうのを考えて、もうこうです
で、それに対して多分質問してる面接官聞いてくるから、これはこういう意味なんですっていうのをシンプルに答えられることがすごい重要、多分どこの面接でも重要になるかなと。で明日、3人ですかね、3人最終面接選ばれるということなので、明日会えることを楽しみにしております。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。バーベキューです。バーベキューです。バーベキューです。お腹減りました。その方が面接グループディスカッション、グループディスカッション、グループですか。はい、みんなつって、はい、みんなつって、はい、マジで Vlog、 早く来たよ、早く来たよ。今からバーベキューするぞ。イエーイ。野菜切りますよ、私。え、野菜切ってある。なんだって。え、2つ、そうね、だし、そうだね。えー、やばい、楽しい。これ、もう作るでしょ、早く。そうだね、焼き方が全部違うと思う。あ、激突しちゃった。ねえ、じゃがいもの方はダメじゃない。いや、ダメでしょ。焼いてます。玉ねぎタイムだよ。なんです。そうだよね、やばい。味が好きっつって。浜ちゃん的には寝てたよ。キャロットゲーム。仕事は全然ないけど、一回一回だとやばいなと思って成長してる感はある。どこのお皿になってるんですか。これ使うの？なるほどね。ヒロトはどうですか。いや、俺は本当に楽しかったしかない。え、マジ楽しいよな。全部楽しんでるの最高やな。楽しむ心大事や、やっぱ目に見えて聞かれるじゃん。そうね、すぐ。それがまたいいよ。なんか時間、これ他の選考みたいにさ、時間経ってからさ、なんかお祈りメール増えるからさ、自分のなんか力量とかも分かったから、何がダメで何がいいのかって、ね、今後の選考にも活かせるし。フラペチーノ作ってほしい。焼肉屋に任せよ。焼肉屋。ギリギリ残ってたらいいなって感じです。3位までにはどうにか食い込んでいきたいですね。正解は絶対ないです。自信あります。正解はないけど、はい、3位には食い込めたら、食い込めるんじゃないかな。もしかしたらちょっとダメかもねぐらい の微妙な塩梅の人間だと思います。出したい。せっかく5位から2位まで来たので、5位から2位まで来たので通過したいですね。今日1日通してまだ結果出てないけど、はい、感想どうですか。いや、めちゃくちゃ楽しいですね。やっぱりなんか一緒に戦える仲間がいるっていうのが一番でかくて、まあ、競争とか順位付けもしてるんですけど、やっぱ裏ではみんな仲いいからふざけ合ったりとかして結構楽しい一日ですね。今日これで順位も出ればまたさらによしっていう感じですね。次に誰か脱落しちゃうわけじゃん。もうそれはもうみんな分かってることだから、もうこんな一日しか会ってないですけど、多分ちょっと信頼度上がってるので、もうしょうがないってみんななると思います。それでは早速結果発表を行います。今回次の最終面接に進めるのはたったの3名のみとなっております。それでは早速今日の通過者の発表をします。名前を呼ばれた方はこちらの前に出てきてください。1人目の通過者の発表です。1人目は斉藤あかりさんです。続いて2人目の発表を行います。2人目は石坂珠恵さんです。そして最後の通過者の発表です。最後の通過者は福山ひろとさんです。以上の3名が本日の通過者となり、明日の最終選考に挑んでもらいます。明日もよろしくお願いいたします。お願いします。
それでは通過した方、一言ずつお願いいたします。まず本日はこのような機会をいただきありがとうございます。と私としてはちょっと後悔が残る部分とかがあったんですけど、自分の伝えたいこととかをしっかり伝えられて、その思いを汲み取っていただけたってことが何より嬉しかったなというふうに思います。明日も頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。本日はこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございます。私は毎度毎度選考ごとに結構言い残したこととか言い切れなかったことが結構あって、悔しかった回数がすごく多かったので、明日はもっと自分の魅力を伝えれるように、また伝わるようにすごい頑張りたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。本日はお時間いただきありがとうございました。自分としては一次面接で5位という結果に終わったんですけれども、結局3位まで上り詰めてここまで来れて嬉しいと思います。明日も自分の良さを存分に発揮できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。まえちゃんとあとあかりさんは、僕個人の見解としてまあ通るかなっていう感じだったんですけど、まあ4人残ってるのが誰が通るかってなった時に、ベクトルさんに一番マッチそうな人が通るんだろうなっていうことで、じゃあその4人誰かなって言ったら多分ひろとくんですけど、そのチームでの何か成し遂げたってことが軸っていうか、その何か言いたいかっていうその一本の軸っていうのがうまいこと定まってて、なおかつそのひろとくんのその気持ちも向こうに伝わったからこそ、でも残りの一枠はひろとくんの取ったんだろうな。そして今回残念ながらここでお別れとなってしまった3名の方にこの後フィードバックをしていきたいと思います。今回三次選考の面接官の桂さんからメッセージを受け取っておりますので、そちらを読み上げさせていただきます。はじめに佐藤さんのフィードバックです。佐藤さんの今回の改善点としては3つあります。1つ目は言葉遣い。ここに関しては言葉遣いがまだ面接慣れしていなかったので、社会人としての一緒に働くイメージがあまり湧かなかったということです。2つ目のポイントとしては、これまでのガクチカ SNS での活動等が個人プレーのみで、団体チームで何かを頑張った成し遂げた経験がなかったところが少し残念だったということです。そして3つ目に関しましては、自分の興味関心以外のものに頑張れなさそうなところが少しベクトルとマッチしなかった、ベクトルで頑張れるイメージが湧かなかったということです。前提としてベクトルさんの仕事は PR 案件を好きなものだけ選べるわけではないというところから、どの案件でもモチベーションを保ってやっていけるかが不安だった。また個人の仕事よりもチームでクライアントに提案していく仕事が多いということで、そこに対してやりがいだったりを持てるかが少し不安だったということです。続いて須藤くんのフィードバックです。須藤くんは2点あります。1点目は全体で一貫性がないように感じて軸が不明確だったということです。東京大学院生ということで勉学としっかり努力してきたことがあるというのを感じたけれども、努力の部分がなかなか伝わってこなかったのが課題だった。また2点目としては、一次面接においても他のエピソードにすればよかったというフィードバックがあったように、どういうエピソードを話せば自分の強みがしっかり伝わるかをしっかり意識して、伝え方でさえ変えればもっと良くなるということです。お疲れ様でした。続いて鈴木くんのフィードバックです。鈴木くんも2点あります。1点目がエピソードがバラバラだったというところと、2点目がエピソードが少し多くなってしまったということです。またこの2点から何が伝えたいのか、いや自分の軸があまり伝わってこなかったのが今回の改善点ということです。今後の改善点としては、自己分析がまだ少し浅いように感じたので、ここをもう少し、深く掘ったらかなりいい人柄というのも伝わるので、もっと良くなるんじゃないかっていうところと、失敗からの学びをもう少し言語化したらもっともっと取りやすくなるっていうことをいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは一言ずつお願いいたします。自分は途中選考までは2位という結果で通過圏内ではあったのですが、今回惜しくも落ちてしまったということで、とても残念に思いますが、初めての就活の場をこのような素敵な機会を作っていただき本当にありがとうございました。まずはこのような貴重な機会をいただきありがとうございました。第1回目の面接もグルディスもかなり自分でも結構不甲斐ない結果になってしまったなと感じていますが、ただフィードバックなどでかなり得たものも大きいので、今後
今後の就活でもそれを生かして頑張っていきたいと思います。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。僕自身としては、フィードバックいただいた内容に関しても、これまでの選考の通過結果に関しても、そりゃそうだろうなっていう納得のいく、違う意味でなんか納得のいくものだったので、やっぱりいくらでも改善の余地はあるなっていうふうに感じたので、通過した皆さんを見習って、自己分析が足りないということなので、もうちょっと深掘りをして次につなげられるように頑張りたいなと思います。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。なんかちょっとずっともやもやしてるっていうか、なんか不完全燃焼な感じもする。なぜ？なんだろう、なんでだろう、ベスト尽くしきれてなかったからかな。なんでだろう、なんかわかんないですけど、もちろんその落ちたことに対してもさっきも言ったと思うんですけど、いい意味でも悪い意味でも、そうだろうなっていう、それは落ちるだろうなっていう感じだったんで、なんていうか、みんなとの交流は楽しかったけど、この選考自体に楽しさは感じられなかった。なんか一応 PR 協会なんで、やっぱり伝える技術っていうのが見られるわけ。別にそれはこの業界だからと関係なくだと思うんですけど、これまで他の業界だったら伝わってたものが、この業界だとその伝える伝わらない、伝える伝わらせるっていうところにやっぱりどうしても注目してると思うんで、そういった部分で今までの伝え方じゃ向こうは理解してくれないっていうので、なんていうか、向こうからするとちょっとこう刺さってないのかな、やっぱ就活力の違いかなと思いますね。その就活力、みんなある程度その優秀なんで、それこそベクトルさんのこと調べて知った準備とか相手の準備をみんなそれぞれしてきてるんですよ。やっぱりそっからどれだけその、もちろんマッチしてるかっていう部分と、どれだけ就活に時間を割いてきたっていうか考えられてるかっていう、この2つがやっぱり今回の選考の鍵になったんじゃないかなって僕は思うんで、その2つが僕自身に足りてない部分で今回落ちた理由なのかなと思ってます。自分の中で頑張らなきゃなっていうか、本音は辛いなですね。やっぱり足りないんだなっていう、本音は辛い、良かったとか悔しいとかではなく、本音は辛いから。感じですね。嫌だ、なんかすずさんやめてください、本当に。すずさんやめてもらっていいですか。いや、もう何で泣いてんの。いや、本当になんで泣いてんの。そんな感じじゃなかったよ。めっちゃ疲れました。もう寝たいです。1回目、1次選考、2次選考さ、めっちゃいい感じにしといて、なんで落とすのって思いました。めっちゃ面白かったです。はい、逆にみたいな。あ、でもぶっちゃけなんだ、一次選なんかバランスいいだけだったんで、3位か4位でギリ受かるかギリ落ちるかなぐらいに一応思っていたんですけど、なんだっけ、なんかグループディスカッションでプラス3点がめっちゃでかかったから、自分がすごいとかじゃなくてみんながすごかっただけだったんで、しょうがないかなって思ってます。はい、これに出たことを、はい、良かったと思ってる、後悔してる、ちょっと良かったなと思いつつ、なんかあんないい感じにしといて最終的に落とされたから、ああもう終わりだって思ってます今。なんか自分結構性格変わってるし、結構明けすけな、そう、それこそ言葉遣い悪くて明けすけな性格なので、なんて良くも悪くもそこ気に入ってもらえるかそうじゃないかっていうのはあったので、なんて言うんだろう、なんか自分ってよく異端なところがあったので、でもその受かった子たちみんな、なんて言うんだろう、いい意味で優等生っていうか、普通の学生さん、いい就活生さん、お手本みたいな子たちだったので、自分めちゃくちゃそれてたので、それがマッチしなかった会社だったんだろうなっていうふうに思いました。悔しいかなって思ってます。理由としては結構自分が唯一の強みであったのが、それこそ一番マッチしやすいSNS のマーケティングだったり PR っていうところで自分は得意っていうところもあったので、そういった面でうまく
あのことが運べなかったっていうところが、まあ、悔しかったなって思ってます。ただ合わない会社もどうしようもないので、はい頑張ります。今後の就活の目標は、夏までに絶対内定を取るです。まだまだ自分の志望する希望業種なども決まってないような、まだまだ未熟な就活生でありますが、自分のやりたいこととか自己分析をより突き詰めていくことで、よりいい企業様との内定をいただけるように頑張りたいなと思っております。ゆずおさん、こういう企業内定しましょう。絶対取ります。絶対です。そうですね、正直ちょっとこれまでの2つの選考の点数から結構ちょっと予想通りだったかなって悔しいんですけど思いました。最後の面接結構自分的にできたって言ってたじゃないですか。はい。それを思っての今回の結果だと思うんですけれども、なんか気持ちとかなんかありました？そうです、最後の面接は個人的にはできたと思ったんですけど、最後の桂さんのフィードバックで伝えるより伝わるっていうところがすごいちょっと刺さった部分があったので、そことかがまだまだ改善点があったなっていうふうに感じてます。あかりさんが本当に人柄とその能力の高さに尊敬しているので、まあ、彼女のようになるように今後頑張っていきたいと思います。負けたくないです。すごく尊敬してますし、まあ、負けたくないという気持ちも強いです。出て後悔していることは全くないです。なんでですか？結構厳しいフィードバックももらったんですけど、まあ、その学びになることも多かったので、出て良かったことしかなかったです。ちなみにこのワークがなんていうんだ、このサバイバルが始まる前は自分は何位ぐらいになるかなと思ってました？2位か、でも本当に3位には絶対入ると思ってました。絶対っていうか入ると思ってました。なんでですか？そのインタビューした時がグループディスカッションで MVP をもらったので、面接はなんとか頑張って真ん中ぐらい行ければグループディスカッションで上位取れるかなってちょっと思ってました。はい、まあ、メンバーに関しては、通過者には最終面接と頑張ってもらいたいと思ってます。応援してます。これからの就活は目指す企業に泣いていただけるように頑張っていきます。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。応援してます。頑張れ。最終面接を、通過した人、でもやっぱ自分伝えられないな、伝わんないな、って思いましたね。とにかくもう自分にできることはやったっていう感じですかね。もう伝え熱意は伝わったんかなっていうのは思ってました。まあ、男子一人だけなので、男子が代表として頑張って内定勝ち取りたいと思います。負けません。